大阪新歌舞伎座は、大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目の上本町ユフラにある劇場。2010年9月に開場した。本校では、大阪市南区南場九百9 5 8年10月開場、2009年6月閉館した新歌舞伎座についても記述する。1958年1000日前にあった。 大阪歌舞伎座の後継劇場として、千土地工業株式会社が難波に建設し、経営した。1963年、千土地工業は株式会社ドリームランドと合併し、新社名は日本ドリーム観光株式会社となるが、1966年に日本ドリーム観光は、事業史会社である株式会社新歌舞伎座を設立し、以後この会社に、 大阪新歌舞伎座の経営を行わせることとした。1988年、日本ドリーム観光は大英の参加に入り、1993年には大英に吸収合併されたため、株式会社新歌舞伎座は大英直属の子会社となった。2005年大英は株式会社新歌舞伎座を、株式会社リサパートナーズの SPC である有限会社新宿、王法二条とした。 したがって、現在、株式会社新歌舞伎座は、リサパートナーズグループに属する。建設から約50年が経過し、老朽化が進んだことから、2007年4月に、従来地の南波から大阪上本町駅南側の、近鉄劇場跡地の地上13階建ての、再開発ビルに、新歌舞伎座を一転させることになった。近鉄は、2010年1月15日に、 上本町の再開発ビルの名称を上本町ゆふらに正式決定したと発表し、同年8月26日に新劇場と共に上本町ゆふらがグランドオープンした。ユフラは B1 階から5階の商業施設、6階の新劇場、7階から13階のオフィスで構成されている。ユフラという名前は大阪市内在住の女性のアイデアより、 ゆらりふらりと気軽に立ち寄れる場所をイメージして名付けられた。また、新劇場の縄文は、仙台と同じ方を庭が向き合うデザインとなっている。2010年9月、上本町ゆふらの現劇場が開場した。間口約28.1メートル、奥行き約22.4メートルの横長で奥行きの浅い三層構造の客席である。席数は1453席。 コケラブキオチ公演は21世紀歌舞伎組による太鼓三番奏、吉継千本桜吉の山、学徒による眠り狂四郎をぶらい控えなど、初代新歌舞伎座ホテルロイヤルクラシック大阪。この劇場は新歌舞伎座という名称であるにもかかわらず、滅多に歌舞伎を上演しなかったが、その原因はこの劇場の創設当時の事情が関係している。1954年、 松尾国産は、大谷武次郎に壊れて千と千地工業の経営を引き受けたが、その同じ年から大阪歌舞伎座を本拠としていた、関西歌舞伎は、いわゆる役も目から内部崩壊を開始し、観客動員も急速に低下、もはや3000人劇場の維持は無理と判断した松尾は、歌舞伎座の縮小、移転、歌舞伎座ビルの有効利用の方向を決めた。 1958年4月の新国劇公演を最後に大阪歌舞伎座を閉鎖、歌舞伎座ビル内部を改造して12月に商業ビル千日デパートとして開業した。一方、御堂筋西側の南馬大英跡アート地に建設されていた新劇場は大阪新歌舞伎座と命名されて10月31日に開場した。ケラ落とし工業には小野菊五郎劇団を迎え、 関西からは、市川久司会、中村富十郎のみの参加にとどめ、関西歌舞伎の本拠にはしないことを当初から明示していた。松尾は、歌舞伎座の名の手前、会場の翌1959年のみは、年6回の歌舞伎工業を行ったが、1960年以降は、歌舞伎、新国劇、新派を次第に取りやめ、より収益の上がる、新しい工業形態の開拓に、 積極的に乗り出した。ただ、松尾は過去に役者経験があり、個人的には歌舞伎に愛着があったことから、大英に経営の主導権が移るまでは最低でも1年に1ヶ月は歌舞伎工業を行っていた。千土地が経営していた大阪劇場の工業をヒントにして人気のある映画スターや歌手を中心に据えた座長芝居。 歌手芝居を月替わりで公演する方式を編み出した。ちなみに歌手が座長の芝居と歌謡ーの1ヶ月公演という工業形態を最初に実施したのは南春尾。1960年3月のことだった。南はその後20年にわたり3月の工業を受け持った。この後、東西の大劇場がこのような工業形態を踏襲して実施し、 繁栄を見る。ゆえに、松尾国さんは、工業の新しい形態の創始者であり、劇場工業界のオスであった。杉良太郎が、座長公演を、1974年から2005年に、かけ50回にわたり工業したことは著名である。1995年に、中村光子発の座長公演、光子が綴る昭和の名曲カレー。歌の巻では9万人を動員し、 劇場動員記録を作った。2009年6月に最終工業となり、杉良太郎、山田純大親子での舞台公演、配慮済始末と最終3日間は、五木博士、コロッケなどの歌謡賞で締めくくった。2012年には、ドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれた。客席は3層。 収容人員は1638名。観光劇場と名を打ち、東波府の人目を引くデザインは、村の森建築事務所の手によるもので、内装も豪華な作りとなっていた。ただし、歌舞伎工業に不可欠の周り部隊は、敷地の関係から設置を断念したため、スライディングステージで代用していた。かつて、大英グループだった名残で、閉館まで1階に、 同じ大英グループであった、ローソンの新歌舞伎座店が併設されていた。跡地は2012年3月に、観光捜査用手ノベルコが買収し、建物は工事用のフェンスに覆われた状態でしばらく、残されていたが2015年に解体された。2019年12月1日に本建物の衣装を継承させ、建て替わった結婚式場とホテルなどの複合施設。 ホテルロイヤルクラシック大阪がオープンした建築設計は熊健吾ありがとうございます。